フラトコフ首相、第二次、ミハイル・フラトコフ内閣は、ロシア連邦の内閣。約2ヶ月続いた第一次、ミハイル・フラトコフ内閣から引き継いで組閣された。ミハイル・フラトコフ首相によって2004年5月12日から2007年9月12日、ウラジーミル・プーチン大統領は2004年5月7日に、議会の承認を得て、大統領に決めに突入し、5月12日に、 首相のフラトコフが議会の承認を得、大統領によって指名された。また、他の17人の大臣は5月20日に議会の承認を得た。首相と17人の大臣は第一次内閣と同じ顔ぶれであり、唯一情報、通信大臣についたレオニード・レーマンのみが信任となった。8人の大臣はさらに以前のミハイル・カシヤノフ内閣でも同じ役についていた。 地域発展大臣のポストが新設され、ベスラン学校選挙事件後、南部連邦管区大統領全権代表を解任されたウラジーミル・ヤコブレフがその任につく。ドミトリー・コザクが官房長官をセルゲイ・ナルイ・シキンと交代し、ヤコブレフの代わりに南部連邦管区大統領全権代表につく。大統領府長官だったドミーリー・メドベージェフが第一副首相に就任。 セルゲイイワノフが国防省兼任のママ副首相に就任。プーチン大統領は司法大臣のユーリチャイカを解任し、検事総長だったウラジーミル・ウスチノフを公認に任命。ユーリチャイカはウスチノフの公認として自身二度目の検事総長に就任した。セルゲイイワノフが副首相、国防省兼任から第一副首相に昇格し、セルゲイ・ナルイシキンが 官房長官兼任のママ副首相に就任。公認の国防省に財務省連邦税務庁長,長官だったアナトリー・セルジコフが就任。プーチン大統領はフラトコフ首相の辞任を受け入れ、法律に従って内閣は解散した。フラトコフは新首相のビクトル・ズプコフが就任する9月14日までは首相を続け、新内閣が発足した9月24日、ゲルマングレフ。 ウラジーミルヤコブレフ、ミハイル・ズラボフが解任された。ゼーゼー、ファイ十二点零九二千七千百八十四ファイ、ゼー、ファイ、ファイ。ゼーゼーファイ、ファイ、ゼー、ファイ。ファイ、ファイゼー、ファイ、ゼー、ファイ。ゼー、ファイ、ゼー、ファイ、ファイゼーファイゼファイファイありがとうございます。